皆さんこんにちは、バナリトルビーチです。では今回は、ギレンの野望、ファクシズの脅威部位、レベル将軍編、続きをプレイしていきたいと思います。実は少しだけやり直しをしてまして、ハワイの攻略が完了しているというところの進行度は変わらないんですけども、効率化を行って、ターン数がですね、今7ターンというところで、まあ、前回までプレイしてきた内容よりもだいぶ早く、ハワイのね、攻略が完了しているという状態です。このままジムの開発完了を待ってですね、北米、キャリフォルニア、ニューヨークと順に攻略をしていきたいと思います。それまでの間はですね、ジオンが奪還を行おうと試みている地域、エリア、ここの防衛を行っていきましょう。では、時間を進めていきます。はい。北京の方なんですけども、宇宙から敵部隊が降下してきてますね。まあこれはなんとか、この、乗ってる間に、壊滅させたいですね。ガンタンク使いましょう。まあ、とにかくこの、発進させる前にある程度型をつけるっていうのはとても重要かなと思いますので、先にこの、HLV、優先的に、排除、かけていきましょう。できればここでね、それこそもう前期撃破というぐらいの大戦果上げたいところなので、集中攻撃していきます。ガンタンク、あとはですね、陸戦ガンタンクなんかも、部隊としては用意してますので、まあ、そのあたりをうまく活用して、一気に HLV を撃破していきましょう。今まさにハワイに部隊を集結させていたところなので、この中国、北京に関してはですね、まあ少し、まあ、緩くなっている。戦力としては少なくなっているっていうのは事実だったので、まあやっぱり悪い方向に出ちゃいましたね。まあ、ガンタンクも接近されると脆いので、まあどこまでこの北京持ちこたえられるかちょっと不安残りますね。まあ最悪、逃げ回りを行ってなんとか時間稼ぎをして増援を待つっていう手もまあ考えなければいけないかな。まあそういうふうには思います。では10ターン目に入っていますが、ここでキャリフォルニア攻略作戦、これを発動していきたいと思います。投入する部隊なんですけども、まずは何と言ってもですね、ガンダム、プロトガンダムになりますけども、これにヤザンが乗ってますので、これをうまく使っていきたいと思います。その他支援としてガンタンクなんかを入れています。これを投入していきましょう。では、早速、作戦、発動します。キャリフォルニア攻略作戦です。まあ、北京のね、防衛は絶対にしなければいけないんですが、同時に敵戦力、これを削るために、北米キャリフォルニアに侵入していきましょう。なんとしてもここは、ヤザンのガンダム、これに活躍してもらって取りたいところですよね。では、キャリフォルニアに侵入しました。まずは沿岸部に取り付くのを最優先ですね。まあ、特に、ガンダム、ガンタンク、このあたりが絶対に落とされないように注意しながら、上陸を狙っていきましょう。しっかり航空機で護衛をします。このキャリフォルニアまで、うまく取れればですね、まあ、作戦の第一段階としては、まあ、順調に推移しているということが言えると思いますので、このキャリフォルニアを、まあ、序盤の一つの攻略の、重要なポイントと捉えて頑張っていきます。で、後ほどヤザンに乗ってもらっているプロトガンダムですね。これを最前線に送り込んで、
ガンタンクをなんとか西海岸に上陸させることができればですね、そこを突破口に一気に敵部隊の殲滅、これを航空機と61式戦車を使ってやっていきたいと思いますので、まずはね、ガンダム、ガンタンクが上陸できるように取り計らっていきましょう。ではまず先遣隊としてここで61式戦車を下ろしていきましょう。まあその代償をというわけでもないんですけど、バスクに関しては少しダメージが増えていますので、前線からは遠ざけます。まあ、バスクもですね、ここで貴重な潜水艦を沈められてしまうとなかなかしんどいので、まあそうならないようにというところですね。ではガンダム降ろします。このガンダム、そしてガンタンク、なんとかね、火力を存分に発揮してもらいところなので、まあ、基地中心部、ノリスがいるのか、5区にはアンディが乗ってますね。まあ、ここ強力な相手になると思いますけども、まあ、なんとか一撃加えていきましょう。その他、残りのミディアから出る、61式戦車、これも投入していきます。できるだけ索敵を当ててから攻撃は、入れていきましょうね。索敵がしっかり入れば、まあ、敵部隊強くてもですね、しっかりダメージは通っていくと思いますので、まあ、そこはしっかり意識していきましょう。ノリスのザク、撃破してます。これはガンタンクの砲撃、支援砲撃がしっかり機能してくれたのかなっていう、まあ、それが垣間見えたシーンですね。さあ、ヤザンのプロトガンダム、これ事実上格闘戦を行う初陣になります。敵はゴックと、あとはデザートザクですね。この後格闘戦に移行して、まあ、削っていくっていうね、そういうところですね。しっかり育てていきましょう。キャリフォルニア攻略中ですけども、敵の増援現れてます。この敵の増援まで含めて、このターンで決着させてですね、無事に、キャリフォルニア北米、まず一つ目攻略完了と持っていきたいと思ってます。ガンダムがどれだけ機能してくれるかっていうところに、まあ、かかってくるかなと思いますので、まあ、しっかり補給、補充しながらですね、継戦能力を高めていきましょう。さて、ヤザンの活躍もあって、ようやくキャリフォルニア3ターンかかってしまいましたけども、攻略できそうですね。ここでキャリフォルニア取れれば、北米に拠点が一つ、まあ、確保できるので、まあ、そこで生産を行いつつ、ニューヨークを狙うということができそうですね。まあ、なかなか、この苦戦は続きましたが、まあ、ようやくというところかなと思います。キャリフォルニア攻略完了です。では今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいと思います。